場に来ました。コムドツリーに来ました。こちらマッピーくんです。こちら即地部長さんの部屋の前です。ご挨拶に行ってみましょう。こんにちは。こんにちは、国土地院の即地部へようこそ。こちら即地部ではどのようなお仕事をなさっているんでしょうか。はい、国土地院の即地部はでですね、日本の測量の基準を作るっていうことをしています。で、測量の基準っていうのは位置の基準なんですけれども、位置の基準はVLBI ですとか GNSS といった宇宙測地技術によった観測によってできています。で、そういうことによって地上の正確な位置と高さは水準測量ですけれども、それによって継続的に測ることによって維持されています。この構内にもですね、そういった観測施設があるのでぜひ見ていってください。さらにね、すごく重要なことはですね、今石岡の測地観測所というところで非常に重要な観測を行ってますので、ぜひそちらにも行ってください。こちらに来るように案内いただきました。こちらは電子基準点といいます。国土地理院が運用する GNSS 連続観測点で、全国約1300箇所に設置されています。この観測網はジオネットとも呼ばれ、 GPS をはじめとするGNSS からの測位信号を24時間観測し、リアルタイムでデータを配信しています。電子基準点のデータは測量や位置情報サービス、地殻変動監視、そして地球科学分野における研究等に広く活用されています。また一部のデータは国際 GNSS 事業 IGS に提供され、 GNSS を用いた高精度な測位に必要となる衛星の精密な軌道情報や世界共通の測地基準座標系の維持に利用されています。このように電子基準点は高精度な測位を実現するために欠かせないインフラとして活躍しています。はい、ただいま国土地理院の石岡測地観測局に着いたところです。筑波のものよりもピラの高さは低いですが、ここ石岡にも2つの GNSS アンテナがあります。地球の正確な形を測るためには、地球全体で国際協力に基づく連携した観測が欠かせません。 VLBI や GNSS をはじめとした測地技術による連携した観測が行われています。ここ石岡測地観測所では、このうち2つ VLBI と GNSS の観測を行っています。地球の正確な形を測るためには、 VLBI や GNSS それぞれの測地技術の中で国際協力を行うだけではなく、異なる様々な測地技術の間での国際協力も欠かせません。こうした国際協力は国連や国際測地学協会の下で進められ、地球の正確な形を測るための観測が行われています。石岡測地観測局は、技術をまたえた国際協力に参加する観測局の一つとして、世界が行う地球の正確な形を測る国際連携に貢献しています。はい、こちらの VLBI アンテナの下に林さんが待ってくださってますので、お話聞いてみましょう。はい、こちらは石岡 VLBI アンテナと言います。石岡 VLBI アンテナでは、地球からはるか数億光年彼方にあるクエーサーと呼ばれる天体の電波を受信しています。石岡 VLBI アンテナで観測されたデータは、こちらのデータストレージの中にある記録サーバーに記録されています。それでは行ってみましょう。はい、こちらのサーバーになります。
VLBI 観測は世界各国の VLBI アンテナを保有する機関と協力して観測をしています。各機関の観測データを処理することで各国の VLBI アンテナの位置関係や地球の回転運動を示す情報を高精度に知ることができます。今週ここ石岡ではこのように特別な計測が行われているようです。佐藤さんに聞いてみましょう。はい、ここで行うのは VLBI と GNSS の位置関係を正確に求めるための特殊な測量です。この測量はコロケーションと呼ばれています。コロケーションでは角度と距離、水準、そして GNSS 測量を行うことで直接は観測することができない VLBI と GNSS アンテナの位置関係をミリメートルの精度で求めるものになります。この2点の位置関係はローカルタイベクトルと呼ばれています。ローカルタイベクトルは GNSS と VLBI という異なる2つの宇宙測知技術を関連付けるものになります。今回求めるローカルタイベクトルのデータは IERS という国際機関に提出し、国際地球基準座標系 ITRF を構築する際に使用される重要なデータになります。じゃあヘルメットお願いします。はい、VLBI アンテナの参照点はだいたいこの辺りにあります。コロケーションで位置を求めたい VLBI アンテナの中心はアンテナの水平方向の回転軸と鉛直方向の回転軸の交点になります。この交点を推定するためにアンテナの外側あるいはアンテナの内側の壁にターゲットを取り付けてアンテナを少しずつ動かしながらターゲットを観測します。このターゲットが描く軌跡から2つの回転軸が推定でき、その交点の位置も推定することができます。屋外から観測する方法をアウトサイド法、アンテナの中から観測する方法をインサイド法と呼んでいて、今回はインサイド法による観測を実施します。 GNSS の参照点はアンテナの底面になります。アンテナの真下にターゲットを設置することでアンテナを取り外すことなく角度と距離の観測ができます。今ちょうど長久喜さんがこちらの計測器を設置されようとしてます。これはトータルステーションです。こちらのミラーを測りたい場所に設置して距離や角度を測ります。これは電子レベルといって高さを測る機械です。このバーコードが書かれた3メートルの標尺を2箇所に立ててこの電子レベルで測ることで2箇所の高さの違いが分かります。こちらは GNSS 測量機になります。方位角の観測に使用します。こちらが受信機になります。そしてこちらがアンテナになります。明日はあちらで待ち合わせしましょう。ここで行うのは方位角の観測です。基準点の上に開口灯といわれるライトを設置して約 10km 離れた石岡観測局からこのライトを観測します。この観測が終わったら開口灯を GNSS アンテナに入れ替えて GNSS 観測を開始します。先ほど設置した開口灯をこちら石岡から確認しているところです。
近くよりも遠くにターゲットを設置した方が正確な方位角を測ることができるので遠くに設置しています。方位角は北から見てどの向きに向いているのかという地球上でのローカル帯の方向を決める重要な要素になっています。ここからアンテナとピラーの角度と距離を測っています。このトータルステーションはターゲットの中心を自動でサーチする機能が備わっているので、あらかじめターゲットのおおよその位置を登録していくことでこのように自動で測定を行うことができます。筑波山と石岡で GNSS 観測を行っています。先ほどのトータルステーションとこの GNSS 観測データを使って方位角の計算を行います。今行っているのは水準測量で高さを測る測量になります。この機械では 0.1mm 単位で高さを読んでいます。ここまで私たちは角度、距離、高さを測って GNSS、VLBI、周辺にあるピラの位置関係を測ってきました。この次に私たちが行うのは VLBI 参照点を求めるための測量です。これからインサイド砲による観測を開始します。地面に固定されたこちらのトータルステーションであちらのターゲットを観測します。今日の観測は終わりましたが、まだこちらで作業が続いているようです。今日の観測結果を確認しているところです。観測結果はその日のうちに確認します。どうでしたか？本日の観測は大丈夫です。石岡には JAXA さんも見学においでになってます。 JAXA の松本です。現在 JAXA では筑波宇宙センター内に新しく SLR 局を整備しています。SLR とはレーザーを用いて地上極と衛星間との距離を精密に測る宇宙測地技術の一つです。筑波の SLR 局整備後は SLR と GNSS 間のコロケーション測量を実施する予定ですので、今日は実際に測量する様子を見学しに来ました。こちらは東京大学と海上保安庁海洋情報部の方がいらしてます。海上保安庁海洋情報部の中村です。海上保安庁海洋情報部では和歌山県の下里水路観測所で SLR 観測を実施しています。海上保安庁と国土地理院は昨年協力して下里水路観測所の SLR と GNSS のコロケーション測量を実施しています。これで石岡の作業が全て終了しました。この後は筑波に戻ってローカルタイベクトルの計算をすることになります。皆さんお疲れ様でした。筑波市の国土地理院です。こちらでローカル帯ベクトルの計算を行っているようですので行ってみましょう。ではこちらの図をご覧ください。こちらはインサイド砲で測定したアンテナのターゲットの軌跡をプロットしたものになります。水平方向と垂直方向の軸の周りに円を描くことができ、これらの円の中心を通る軸を推定してその交点を VLBI アンテナの参照点として推定します。ではこちらをご覧ください。ローカル帯ベクトルの計算には専用のプログラムを使用します。石岡で測定したデータを確認しながら入力ファイルを作成しました。それでは計算を行いたいと思います。はい、結果が出ました。こちらが VLBI の参照点の座標で、こちらが今回のコロケーションの目的である GNSS と VLBI のローカル帯ベクトルの値です。グラフにプロットするとこのようになり、 VLBI と GNSS の位置関係が分かります。これがローカル帯ベクトルです。
実際にコロケーション測量をご覧にいただいてどういう印象をお持ちですか？そうですね、石岡を中心として、ここ筑波とかあるいは筑波山にもお邪魔して、いろんな測量を見せていただきました。石岡でのわずか40メートルぐらいの位置関係を知るために筑波山を利用したりとか、あるいは、その他さまざまな機材を使ってさまざまな測量をなさっているところを見せていただきました。どこもきちんと準備されていて、チームワークも素晴らしくて、精度を高めるため のプロ意識というのもすごく感じました。私たち身近な位置情報を何気なく使ってますけども、こういう国土地理院さんの活動に支えられているということを認識した次第です。どうもありがとうございました。ここまで国土地理院さんの例を見てきましたけれども、世界中でこのような活動が行われています。詳しくはこちら、世界中のことはこちら、日本での活動についてはこちらをご覧ください。ありがとうございました。オッケーです。入りました。